妖怪豆知識の時間だよー。ねえ、知ってる？岩手県遠野市はカッパ捕獲許可証を発行しているんだよ。本当は遠野に来た観光客への限定販売だったんだけど、今はネット販売で1枚220円、1人10枚まで買えるんだって。公式通販サイトの URL を概要欄に貼っておくね。この許可証の裏面に記載されている捕獲7か条を原始してカッパを捕獲すると、賞金も出るらしいよ。ふふ、人間が手段を選んで私たちを捕まえられるかな？ちなみになんだけど、岩手県遠野市のカッパ伝説には、赤いカッパが登場するらしいよ。気になった人は岩手県遠野市のカッパ口へ行ってみよう。もちろん、シリコ玉にお別れは済ませておきなよ。以上、妖怪の豆知識でした。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。